想定外に対応する研究も進められています。それが茨城県つくば市の防災科学技術研究所、通称防災科研です。坂井さん、かなりこれ広い施設ですけれども、これどんな場所なんでしょうか？そうですね、これは広さが75メーター、50メーターあって、非常に広い範囲に雨を降らせられる、そういう施設になります。1時間に15ミリの雨から300ミリの雨までを降らすことができると。300ミリですか？はい、1時間300ミリという雨を降らすことができます。気象庁が示している雨の強さは、1時間に10ミリ以上、20ミリ未満のやや強い雨から80ミリ以上の猛烈な雨まで5段階に分類されます。ガード下につながる道が冠水していて、路線バスが立ち往生しています。福島市でこれまでに観測した最大の1時間雨量は2017年7月の71ミリ。気象庁の分類では上から2つ目の非常に激しい雨とされていますが、小さな河川の氾濫や道路の冠水などが相次ぎました。さらに県内では猛烈な雨も過去4回確認されていて、このうち3回は過去10年間に発生しています。今まではこうメカニズムを解明すると自然災害というのは軽減されるというふうにやってきました。ところが自然メカニズムを解明してもそれ以上のことが起こるように最近なってきたというふうに感じます。なのでじゃあこんな強い雨降った時は下で何が起きてるんだろうということを見てもらおうと。天気図上ではこう見えるんですけども、実際にその下で何が起きてるかということを再現したいということで、こういう施設の必要性が高まってきているところであります。16メートルの高さから最大およそ3000平方メートルの広さに雨を降らせることが可能なこの実験施設、2176個のノズルから4種類の雨粒の大きさを混ぜて降らせることで、より自然な降り方、リアルな条件を再現することができるのです。1時間に60ミリの雨から体験しました。さあ雨が降り出しました、結構ですね、雨粒がしっかりと、傘に打ち付けています。ああ、結構な激しい雨です。気象庁では非常に激しい雨とされ、あっという間に地面は水浸しに。これを3倍の1時間180ミリにすると、ああ、これはとてつもない雨ですね。この1時間60ミリとはちょっと桁違いです。うわ、これはひどい。雨音で周囲の音はかき消され、道路の端は冠水した状態に。足元は濡れてしまい、傘が役に立ちませんでした。そしてこの施設最大の雨量、1時間300ミリへ。風呂桶などを置いて10分間でどのくらい溜まるのか確かめます。地面を叩きつける猛烈な雨。もしもこの雨に遭遇したら、直感的に恐怖を感じてしまうほどでした。30メートルほど離れて立つと視界の悪さもうかがえます。ほとんど意味をなさない車のワイパー。
さらに、実際の災害時は風だけでなく道路の冠水や河川の氾濫なども伴う恐れがあることを忘れてはいけません。こちらは安全な施設の中での雨ですけれども、実際となりますと自然環境の中、何らかの被害が周りで発生している中でこういった雨が降り続くということになります。いずれにせよ経験したことのない非常に強烈な雨でした。ではこちらをご覧いただきます。はい、1時間に300ミリの雨が降る中、10分間置いていた風呂桶とカップがこうなりました。風呂桶は雨水で満杯に、そして直径およそ9センチのカップにはだいたい400ミリリットルの雨水が溜まったんですね。改めてこちらが1時間に60ミリの雨、続いて180ミリ、そして、はい、300ミリと再現していただきました。斉藤さん、これらはどんな雨と言えますか？豊島さんが体験したですね、60ミリの雨いかなくても50ミリの雨でもですね、被害が出るんですね。50ミリの雨を再現しています。こちらです。どうですか？かなり見通し効かないですね。ザーザー降りの雨なんですけども、はい、実はこの1時間50ミリの雨が降るとこうなります。ご覧のように冠水してしまうんですよね。これ行政がですね、下水処理施設を作るときに50ミリの雨までは耐えましょうというそういう計画を立てるんですが、つまり50ミリの雨というのはそれを上回る下水処理施設を処理能力を超える雨ということになってしまうんですよね。ですから60ミリであれ180ミリであれ何らかの被害が周りで発生していてもおかしくないというわけですよね。こういった雨っていうのは斉藤さん、実際に降ったことはあるんでしょうか？浜通り中通り会津場所を問わず降っているんですね。しかも21世紀に入ってからが多いんです。ちょっとこちらのグラフをご覧ください。どうですか？もう中浜会津と全ての地域で、しかもいわきと白川90ミリ超えているんですか？そうなんですよね。白川そして福島などの雨はですね、局地的なですね積乱雲による豪雨でした。でご覧のように広い範囲で降っていることは分かるんですけれども、大体この大雨っていうのは同じ条件下で降っているということですか？実はさまざまな条件、いろんなパターンがあるんです。こちらご覧ください。これはですね、白川で降った1時間に90ミリ以上、そして福島の70ミリ以上の雨なんですが、これはゲリラ雷雨、非常にスケールの小さな雨雲で降った雨なんですね。続いてはこちらです。これはいわきなんですが、台風から湿った空気が流れ込んで低気圧が発達したことによる雨なんです。台風でも発達した低気圧でも局地的な豪雨というのはあるんですね。長雨の中で短時間でギュッと降るということもあるわけですね。その通りです。もうこれだけの雨が降っていますと、この中での避難というのは斉藤さん難しいですよね。そうですね、もう道路も冠水しているので難しいと思います。で、1時間に60ミリの雨というのはあれだけ強いんですけれども、実はこの3倍の雨が降った時があったんですね。それがこちらなんです。1982年の長崎豪雨なんですね。メガネ橋が損壊したりですね、死者行方不明299名の大災害になった、それを覚えていらっしゃる方も多いと思います。県内では 94.5 ミリが最大ですけれども、それよりも2倍ということになるわけですね。実はこの短時間の強雨っていうのは増えてきてるんですよね。はい、このデータをご覧ください。こちらは1時間に50ミリ以上雨の降った回数なんですが、1975年からどうですか、2020年までぐっと右肩上がりですね。そうなんです。どれぐらい増えてるのかというと、これぐらい増えてるんです。あ、そうですか。 1.5 倍に増えているということはですね、それだけ短時間強雨による災害のリスクは高まっているということになります。なぜこう今日本全国、世界とも言えるかもしれませんけれども、こう大雨が頻発しているんでしょうか？はい、雨っていうのは元が水蒸気ですよね。水蒸気が多くなっている原因なんですが、こちらなんです。産業革命以降にですね、どん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 地球の温度が上がっている、そういわゆるですね、地球温暖化が発生しているからなんですね。
福島市はですね、100年前に比べると気温が 1.5 度上がってます。これはですね、100年前の福島の気温は、岩手県の一関並みの気温だったんです。これがですね、大雨を降らせている原因です。今回取材した茨城県つくば市の防災科研は、極端な気象条件を再現するとされてきましたが、自然がその極端な状況に追いついてきていると言えるのかもしれません。そして今回体験した1時間に300ミリの猛烈な雨ですけれども、実はこの雨も私たちの身近なところで実際に降っていました。2011年7月に発生した新潟福島豪雨。只見町の総降水量は平年7月1ヶ月分の 2.5 倍に相当する711ミリに達し、記録的な豪雨となりました。今見えますのはこの橋脚だけ、橋脚のみを残してこの線路が流されてしまっています。 JR 只見線の鉄橋や道路の崩落が多発、140億円以上の被害が発生しました。県内では川に流されたとみられる男性一人の行方が未だ分かっていません。この時、新潟県阿賀町室谷で観測されたのが10分間に50ミリという雨でした。つまり1時間にすると300ミリの雨が降ったのです。その雨の強さが、10分間で満杯になった風呂桶、これを10分に1回地域一帯にひっくり返したような雨とも言えます。生きてるうちにこんな雨経験しないだろうっていうのが率直な正直な印象なんですが、実際どうなんでしょうか、このあたり。そうですね、最近本当に強い雨が降るようになってきて、その強い雨っていう中に一瞬でもこういう雨が降るようにこう最近はなってきたというふうに思います。次々何が起こるんだっていう想定外をなくすための研究を今こう一生懸命こうしているところでありますし、こういう実験装置のあるべき姿だと思うんですね。こちらは住宅メーカー一条工務店による実験の様子。家の周りに大量の水を流し、1時間300ミリの豪雨を降らせた状態で行われた耐水害住宅の実験です。この家に使用しているのは特殊なガラスやパッキン。こうしたことなどにより水が内部に入ってくることはなく、排水管から水が逆流することもありませんでした。もう一つがいわゆる水に浮く家の実験。その結果、浮力に逆らわず建物全体を安全に水に浮かせることにより最大5メートルの浸水まで対応できる住宅の開発につながりました。このように民間企業との協力も進んでいるのです。すべてはあらゆる想定外にあらゆる方向から対応するため、そして見てからでは遅い恐怖をこの場所で体感してもらうためです。いざ降ってから何か行動を起こそうと思っても外ではとても行動できません。で、周りでは何か異常なことがいろいろ起きてくる。強い雨が降ってきたら次何しようかっていうところ、あるいは対策をどうしようかっていうところを流域治水の中の考え方にもこう取り入れられるような、そういう工法や対策技術とかそういうのをこう研究していきたいというふうに考えています。